の提供でお送りします。ルマン富士1000キロ、いよいよフォーメーションラップがスタートを切ろうとしています。ポールポジションを奪ったのは優勝候補の筆頭トヨタ GT1、 そして日産 R391 がその後について今フォーメーションラップがスタートしました。このスタートを前にしてわずかに小雨が降ってきましたが、またその雨足は弱まったようです。今回のこのルマン富士1000キロ、ルマンカテゴリーの3つのクラス、それぞれの優勝したマシンは来年のルマンの予備予選免除という得点が与えられます。それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションはトヨタ GT1、 2番手日産 R391、 予選から早くもトヨタ日産 TN 戦争はヒートアップだ。3番手には一発逆転を狙うチーム5 BMW、 4番手 AMPM オーテイクでは奇跡の生還を果たした。5番手パーパス PC マクラーレン GTR も侮れない。 NGT500 クラスがひしめく6位から10位の中で孤軍奮闘の LMGTS チェンバレンクライスラー、ルマン予備予選免除の恩恵が得られるクラス優勝に最も近づいた。11位から16位にはそのチェンバレンを追う LMGTS クラスの精鋭がひしめいている。チーム5クライスラーは本家に宣戦布告だ。17位以降も見逃せない。 LMGT クラストップの STP アルバンタイサン GT3R もルマン予備予選免除に突き進む。以上23台が熱いバトルを繰り広げる。さてそれでは直前情報を中島さんに伝えていただきたいと思います。中島さんお願いします。はい、現在気温が13度、路面14度、先ほど直前に雨がパラパラと降りました。今ほとんど上がっていますが、予選上位の方では CDMA1 セルモスープラ、それからパーパス PC マクラーレン GTR、 エンドレスアドバン GTR、 この辺りがインターミディエートを選んでいます。それ以外はスリックです。で、今回のレースは、ルマンのレギュレーションですから給油中の作業はドライバー交代しか認められておりません。したがって、ピット作業そのものは1分以上少なくともかかるはずです。それから各、チームのワンスティントなんですが、上位の方トヨタ日産の LMP GTP クラスは、35、6周ではないかと思います。 ですから全部で6回のピット作業、ただし BMW の V12 だけは、38、9周いけるんではないかと、ということは5回ということになりそうです。ちょっとその各チームによってチーム、ピットの戦略も、異なっているようです。ヘアピンも濡れてるんだね、これ。あら、回っちゃった。あと1台回っています。バイパーです。カーナンバー56番のチェンバレンクライスラーバイパー、今フォーメーションラップ3周目の途中で、この状態でもスピンしてしまうんですか。まあ、晴れててもね、これやってて、フォーミュラなんかでもよくスピンしますけど、はい、このスタートを前にして雨が落ちてきましたので、23台のマシンがフォーメーションラップ3周目を走っています。最終コーナーにかかってきます。難しいレースですよ。そうです、ね、ドライバーにとっては、はい、しかも今で1コーナー怖いですね。頑張んなくちゃいけないし、スピンしちゃいけないしっていうところですからね。一つ注目はやはり1コーナーの飛び込み。そうですね、はいはい、ゆっくりとゆっくりとした隊列が、またその隊列を整えながら最終コーナーを回ってきます。行くような気がするんですけど、今そうですね、今このペースですから、はい、これからいきなり今度レーシングスピードで1コーナーに入るっていうのは、体がね、そうですね、濡れてるところの1コーナーに入る、準備ができてないですからね。どうですか、あの回転灯がまだ消えないですね。消えないですね。あ、入りました。さあペースカーが入りました。いよいよスタートが切られます。フォーメーションラップがトータル3周続きました。シグナルが黄色の点滅のまま、しかしスタートが切られました。今シグナルが黒に変わった。トヨタ GT1 フォーメーション中のスタート、予選2番手の日産 R391 がそのトヨタ GT1 のスタートに続ける。チームゴーの BMW が始まっている。3点目はマクラーレン、何事もなく、どうやら1周目の実質1周目のこの1コーナー、マクラーレンが BMW の前に出ます。トップの2台はその予選の順位を維持したまま、3番手の BMW の前に4番手のマクラーレンが前を差しました。そしてまたマクラーレンの日産 R391 の今インを伺っていました。タイヤが違いますね。マクラーレンはインターミディエートという中島さんの情報がありましたね。
そうですね、はい、これは、他がコアゴア走ってるのに対してマクラレーンはガンガン行きますね、まあ、明らかに走りが違いますね、はい、いかにタイヤの影響が、ね、これだけ違うっていうことですから、日産391が今度は BMW にもかわされて4番手の状態です。ちょっとこれは思わぬ展開と言っていいでしょうか。そうです、まあ、この路面のせいですからね、はいはい、しばらくちょっとどうなるか見守っていかないといけないですね、はい、トップを行きますのはトヨタ GT1 高山右京、そして2番手に上がったのがカーナンバー21番のパーパス PG マクラーレン GTR 飯田明。確実に今の路面状況では、はい、インターミディエイトは持たないですから、うん、全然水しぶきが上がらないですよ ね、 すね、あっという間にタイヤダメになると思うんですよ、はい、今のうちだと思いますけどね。そして今 BMW をインからジェニック・コマスの日産 R391 が1コーナーでかわします。また3番手に浮上、本当に滑りやすいですね。まだまだ当分は気が抜けないドライビングが続きそうです。斉藤さん、はい、AMPM のオートエグゼのマシンがすぐにピットに戻りましたね。あ、そうですね、今戻ってきました、まあ、やっぱりちょっとその、直したには直したんですが、はい、干潮ではないということみたいですね。これピットスタートから一度はフォーメーションラップのその最後尾についたんですけれども、由良さん、はい、まあ、昨日のあのクラッシュは1コーナー200数十キロで当たってで、はい、当たったでしょうね。まあ本当にこれを直して出てきたっていうスタッフの努力は大変と思うんですね、はい、多分水もされてないと思いますよ、はい、あの見ていた時にはこれはもう明日は難しいだろうっていう話をしてましたけど、ね、僕も全損だと思いましたけど、でも形ちゃんと作ってでも出てきてますからね、はいはい、すごいいい仕事をしたんですね。そうですね、ちゃんとコーナーウェイトが取れるまで直すのはあれだけ行っちゃうとね、ちょっと大変だったんじゃないかなと思いますけど、はい、しかもこれスターティングドライバーは昨日そのクラッシュしたフレオンが乗ってるんですよ。しかし今この序盤にして早くもピットに戻ってきてしまいました。レースの方は現在6周目に入っています。トップはポールポジションからスタートのトヨタ GT1、 2番手にはパーパス PG マクラーレン、3番手に予選2番手から1つグリッドから下げました、この日産 R391、 ドライビングはエリック・コマス、4番手にチーム5の BMW V12。 今の1周で5秒違いますからね、はい、トヨタが31秒9、はい、日産が36秒1、はい、そうですね、これはちょっと大きな差が序盤からついています。